長く暗い廊下の向こうには石炭置き場がある。その当時の学校のストーブは電気でも石油でもなくて石炭を燃やしていたのだ。崩れた崖のような黒い石炭の斜面をスコップで掘り、銀色のブリキのバケツに移す。そしてそれを教室まで運び、ストーブの脇にある木箱に移す。その日の当番の仕事だったが、僕はこの仕事割と嫌いではなかった。誰かがやらねばならない仕事だったし、それゆえみんなに感謝もされたから、もちろんそんなに好きなはずもなかったけれど。